皆さんこんにちは。宮崎県知事の河野俊嗣と申します。本日は3連休の中日、大変ご対応の中、この古事記編纂1300年の記念シンポジウムに、このように多くの皆様、本当に満席ですね、ご参加いただきまして心より感謝を申し上げます。今オープニングアトラクションいかがだったでしょうか。宮崎県を代表する高千穂の夜神楽、五神楽の神楽保存会の皆さんと、このフランス人のマーク・エステルさんの、コラボ、国境だとかです、表現とかを超えた、なんか根源的なところで響き合う、なんか非常に面白いものではなかったかなというふうに思っております。それぞれのご協力に感謝を申し上げます。本日は大変ご対応のところを奈良県の新井知事、また島根県の溝口知事にもお運びいただきまして、3県のシンポジウムということでございます。この3県、古事記ゆかりのさまざまな神話ですとか伝承、史跡、お祭り、神楽、そういう要素があるわけでございます。このタイトルを見てますと、古事記の三大聖地、いつの間にそんな名前ができたかなと思っておるんですけど、そういう我々が3県が連携をしながら、その3県のですね、やっぱり古事記という視点を通した魅力というものを皆さんに楽しんでいただきたい、ということでございます。ご参考いただき、ご出席いただきました両知事、さらにはコーディネーターを引き受けてくださいました明治大学名誉教授の大塚先生には心より感謝を申し上げます。大塚先生の方からぜひその3県のですね、魅力をたっぷりそれぞれの地位からお話をしてくださいということでございます。学術的な話につきましては、その後の立正大学の三浦祐行先生の方にお待ちするとして、我々はたっぷりですね、3県の魅力をぜひ皆様にご理解をいただきたい、お伝えしたいというふうに思っております。三浦先生、考古学古事記でありますとか、古事記を読み直す、それから古事記講義、私も大変先生の本で勉強させていただいておるところでございますが、大変出雲神話が大事だというようなことをおっしゃっているわけでございますが、日向神話もぜひ覚えいただきたいなと思いつつ、楽しみにしておるところでございます。そういう町長発信、それぞれの県がですね、それぞれのいろんな神話の魅力というものをこうぶつかり合う、そしてそれは皆さんにお伝えできればなというふうに思っております。ただ今日のシンポジウムの開催にあたりましては、明治大学の福宮学長をはじめ大学の先生方、大変お世話になったところであります。この場をお借りして熱く御礼を申し上げます。そして何よりも本当にご対応の皆様にお運びいただきましたことに重ねて感謝を申し上げ、今日これからの時間が皆様にとりまして楽しく充実した時間になりますよう記念申し上げまして、私の一言御礼のご挨拶とさせていただきます。本日は誠にありがとうございます。河野俊嗣宮崎県知事でございました。それでは続きまして、明治大学学長福宮健一がご挨拶を申し上げます。お願いいたします。学長を務めます宮でございます。明治大学を代表いたしまして、一言ご挨拶を申し上げます。本日は宮崎県、奈良県、島根県連携、古事記編纂1300年記念シンポジウム、古事記三大聖地の魅力を探る、ご来場いただきまして誠にありがとうございます。また宮崎県知事河野俊嗣様、奈良県知事新井正吾様、島根県知事溝口善兵衛様、立正大学、千葉大学名誉教授の三浦祐行先生、皆様には公務ご多忙のにもかかわらずご講演を引き受けいただきましたことを心よりお礼を申し上げます。また本学名誉教授の大塚初志健先生にはコーディネーターを務めいただきます。本日はよろしくお願いいたします。本日の企画運営にあたりまして、3県のご関係の皆様のご協力にも心から感謝を申し上げます。明治大学では2010年10月に社会連携機構を立ち上げました。同機構のもとにおきまして、障害学習のための社会人向け講座を展開するリバティアカデミー、並びに地方自治体と地域連携事業を実行するための地域連携推進センター、この2つを置きまして積極的な活動を行ってまいりました。
その中で、宮崎県より連携講座のお話を頂戴いたしまして、本学と宮崎県は昨年明治大学宮崎県連携講座古事記編纂1300年記念講座日向神話ゆかりの地宮崎の魅力発見と題しまして社会人向け講座を展開いたしました。11月に公開講座を行い、そしてその後には連続講座を行いました。どれも大変好評を頂戴いたしまして延べ420名を超える方に講座にご参加いただきました。私も日向神話につきまして、歴史学や考古学などさまざまな魅力を学ばせていただいたところでございます。そして今年度は新たに宮崎県、奈良県、島根県、この3県をの連携を結ぶことができましたこと、そして本学において古事記編纂1300年記念シンポジウムを実施できますことを大変嬉しく思っております。また3県知事の皆様には各県の魅力を存分にご講演いただけるということですので大変楽しみにしております。明治大学は社会貢献を研究教育に並ぶ第3の柱と位置づけております。中でも社会連携事業は大学と社会との相互連携を通じまして大学改革の重要な原動力となっております。本学では今後も社会連携事業や地域連携、社会連携機構や地域連携推進センターを中心に地方自治体との積極的な連携強化を図り事業発展を図ってまいります。今後とも何卒よろしくお願い申し上げたいと思います。またいろいろな事業展開を行いますので、ふるってご参加いただきますよう合わせてお願い申し上げます。本日はご来場誠にありがとうございます。どうもありがとうございました。明治大学福宮学長よりご挨拶でございました。それでは皆様お待たせいたしました。これより3県の知事によりますシンポジウムを開催いたします。まずはじめに各県知事様によります古事記にまつわる発表をいただきます。その後明治大学名誉教授大塚初重先生のコーディネーターいたしましてシンポジウムを行ってまいります。さあそれでは早速トップバッターに参りたいと思いますが